今回は 3D プリンターで自動販売機を作ってみたいと思います。どうもキスミです。それでは今回バッテリーベンディングマシンプリントインプレイスというものを印刷していきます。これ完璧に自動販売機ですよね。エネループが出てきてますね。印刷プレビューです。15時間26分かかります。じゃあ印刷してこっか。できた。こちら自動販売機です。まず全体的に潤滑液を塗ります。ほらそしたら次に乾電池を用意します。蓋を開けて乾電池をぶち込みます。そしたらあとはこの昭和のテレビのチャンネルみたいなのを回してエンターキーを押すだけです。ここをいっぱいと。おめちゃくちゃ自己主張激しくなりましたね。エンター君押しています。いきます。ほい。うおすげえ。マジで出てきた。皆さんもお家で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあまたねー。